まあ、世界選手権優勝してで、まあ、男子では大野先輩が欠場したんで、まあ、僕だけがリーチかかってるっていう状況かもしれないんですけど、そういうのは一切考えず、まあ、今まで通りの自分の貫いてきた気持ちをこの大会でもぶつけるだけです。まあ、思い通りにいかないのが勝負の世界なので試合なので、まあ、世界選手権みたいなアクシデントあるかもしれないんですけど、まあ、そういうのを関係なくやっぱ丸山は強いなっていうところを見せつけながら優勝したいと思ってます。まあ、今大会は直接対決っていう部分も、まあ、またあるかなっていうふうに思ってるんですけど、そのあたりこうご自身はどのように考えていますか？もちろん勝つだけです。本当その気持ちだけです。まあ、もちろん家に赤ゼッケンが届いた時はおおみたいなやっぱ嬉しさみたいなのはありましたけど、ゼッケンが赤になったからといって何かが変わるってわけじゃ気持ちが変わるってわけじゃないんで、まあ本当気持ちの部分は自分次第だと思ってます。なので本当この大会だから何々とかそういうのじゃなく、まあ、自分を貫き通して全うしていくだけかなと思ってます。最後に改めてその荒れに迫った、大舞台への思いっていうのを改めてですね、まあ、この大会勝って、次につなげるっていうのが一番いいかもしれないですけど、まあ、勝つだけではなくてやっぱ内容にもこだわりつつ自分の柔道を貫きながら一番強い存在っていうのを、示したいと思ってます。